鈴木敏子は日本の競馬ジャーナリスト。東京都新宿区早稲田出身。ライトハウスとマネジメント提携。小学生時代は放送部員だった。東京都立文京高等学校河村短期大学卒業。大学卒業後は三菱重工で総務部秘書課に所属し OL として勤務。本人曰く会社員時代は宴会好きだったとのこと。また、 三菱重工時代は、ヨット部に所属。ここには放送会デビュー後も、席を置いていた。オーディションを経て、夕焼けロンちゃんで、放送業界にデビュー。オーディションは友人に勧められ、応募書類も友人が作ってくれたが、添えた写真が、グアムで日焼けと酒酔いの真っ赤な状態で、タンクトップでヤシの木に寄りかかっているという姿だったという。以後しばらくは TBS を中心に、 同局のお天気キャスターや番宣キャスターなどとして活動。ラジオでも走れ、歌謡曲で一時期パーソナリティを務めた。フジテレビ一枚の写真にも出演した。その後、日本中央競馬会から競馬キャスターの声がかかったのを受けて、競馬中継、チャレンジザ、競馬の司会を経て、スーパー競馬のコメンテーターとして活動。また、週刊ギャロップの対談。 みんな友達のインタビュアー。CS 放送グリーンチャンネル、ライド ON22 のコメンテーター。他各地の競馬場でのトークショーを出演など、競馬ジャーナリストとして活動している。なお、競馬の仕事に関わる前は、全くの競馬素人だったという、1987年の東京優秀を機に、大きく派手な帽子をかぶるキャラクターとして定着。三冠馬、ミスター CB の大ファン。 スーパー競馬の東京優秀の会にゲスト出演した際、必ず最下位になった馬でも日本で18番目に強いサラブレットと話している。1994年第61回、東京優秀の時に同種子の発言をした際には、大川慶次郎から悟された。小栗キャップが勝った第35回、有馬記念では感激のあまり泣き出してしまい。 視聴者へ配当を伝えることができなかったというエピソードがある。ありがとうございます。